皆さんこんにちは、見習いゆっくり実況です。ファミリージョッキーの実況を開始します。ファミリージョッキーの実況では全登録馬の16戦完走を目標としています。今回第6回目はビキパワー号で16戦完走を目指します。ビキパワー号ですが、スタミナ、ガッツ、ジャンプは3と高いのですが、スピードが1、ターボが0とスピード系のパラメーターが低いので、スピード、瞬発力勝負に弱いです。1回目初戦は1着でした。スタミナが高いので序盤は早めに鞭をバシバシ叩けそうです。1回目ですが、2戦目3着の後、3戦目にご覧の通りの結果となってしまいました。得意の落馬からの失格です。毎度ですが、今回も障害飛越に苦労しそうです。ここから少しだけ対戦シーンのダイジェストをご覧ください。4回目の挑戦です。リキパワー号の実在するモデル馬はリキサンパワーという馬で、1983年から87年まで活躍した馬です。通算成績は30戦5勝で、主な勝ち鞍は当時ダートでの開催だった札幌記念と、当時ハンデ戦の G3 だったフェブラリーハンデキャップの2つの重賞です。同世代に三冠馬のシンボリルドルフがいました。直線、何回か束のお尻に当たり後ろに下がってしまい4着でした。リキパワーですが、タイプが3であまり高くないので、重馬場ダート戦はあまり得意ではありません。モデル馬のリキサンパワーはダート戦は強い馬でしたので、イメージ通りではありませんね。スピードのアイテムを取りたかったのですが、結局取れず、ただコースロスするだけでした。ギリギリ差し切れず2着でした。先ほどのコースロスが敗因ですね。3戦目も未勝利戦です。なんとなくですが、追走に苦労している感じがします。
このレースも先頭の馬を捕まえきれず、2着でした。やっぱり、スピード感が足りない気がします。4戦目も未勝利戦です。力パワーのステータスもだいぶ上がってきたので、そろそろ未勝利を抜け出したいです。直線に入る前に先頭に立ち、一着でゴールイン。さすがにここでは、格が上でした。5戦目は2000万下、芝線600メートルです。スピードのアイコンを2つ取れたので、この先、少しは楽に戦えそうです。ゴール直前で、先頭の馬をかわし、1着でゴールイン。これで連勝、やっと調子が出てきました。ここから重賞となります。竜兵記念 G3 芝 2000m です。力パワーですが、課題のスピードはかなりアップされましたが、ターボがまだまだなので、これから上げていきたいです。4コーナーからスパートをかけて、そのまま抜け出し、1着でゴールイン。スピードがついてきて、だいぶスパートが有効になっています。7戦目は、近江ステークス、G3、ダート2000メートルです。今の冷えつは危なかったですね。ヒヤッとしました。このコーナーでアイテムを3つ取ることができ、しかも値が低いガッツとターボを取れたのは良かったです。体当たりで先頭の馬を吹っ飛ばし、1着でゴールイン。最後のタックルは一か八かでした。8戦目からは G2 戦です。ナムコカップ芝2400メートルです。 G3 戦を2連勝でクリアしました。この勢いで G2 戦も早く突破したいですね。このコーナーでは根こそぎアイテムを取ることができました。特に弱点のターボを取れたのが良かったです。
回復のアイテムを取ることができませんでしたが、ゴールまでスタミナが持つでしょうか。直線、ケツアタックで転倒の馬を引きずり下ろし、一着でゴールイン。スタミナは無事持ちましたね。9戦目は G2 レコード鑑賞芝 2400m です。ここのコーナーではスタミナ回復ができませんでした。スタミナの値はまだ高くないので、次のコーナーで回復できないとやばいです。ヒヤヒヤしましたが、最後に回復アイテムが取れて少しホッとしました。先頭の馬を捉えきれず2着でした。未勝利戦からの連勝が5で止まってしまいました。10戦目も G2 高太郎記念ダート 2800m です。力パワーですが、だいぶ力がついてきましたが、あとターボとガッツを少し伸ばしたいです。アイテムを2つ取れたのは良かったですが、回復アイテムが出てこず、しかも画面に押されスタミナが減りましたので、この先心配です。また最後で回復アイテムが出てきました。これでゴールまでスタミナは持つでしょう。直線ぶっちぎって1着でゴールイン。どうやらタバはスタミナ切れを生じていたようです。まだまだ G2 レースが続きます。11戦目は桜田門賞芝 3200m です。 G1 レースに出走するには賞金3億5000万円必要ですが、なかなか賞金が貯まりません。賞金を早く貯めるには、ただレースに勝つだけではなく、レコードタイムのボーナスが必要ですね。ここはスタミナ回復と弱点のターボが取れたので、まずまずですね。このレース難関の連続障害も無事に超えました。
ここは最低限、確実に回復アイテムだけは取っていきます。最後の障害で先頭の馬をかわし、一着でゴールイン。直線途中の障害手前で束に押される場面もありましたが、大惨事にならなくてよかったです。12戦目も G2 レースです。カントリーカップ芝 3200m です。力パワーですが、だいぶ実力がついてきました。これなら G1 レースに出走しても通用するでしょう。欲しいアイテムを確実に取ることができました。無向上面では前に行き過ぎると障害がいきなり出てくることがありますので、気をつけないといけないですね。回復アイテムは取れませんでしたが、スタミナのステータスは十分高いのでゴールまで持つと思います。ぶっちぎり一着でゴールイン。ちぎりすぎて最後の障害がいきなり出てきましたが、問題なく飛越できました。あと少しだけ G2 が続きます。ビーフステークスダート 3200m です。せっかく回復アイテムが2つ出てきたのですが、両方取り逃してしまいました。これが後々響かないと良いのですが。今の飛越はヒヤッとしました。このコーナーでも回復アイテムを取ることができませんでした。これはかなりヤバい状況です。後続の追撃をしのぎ、一着でゴールイン。最後はスタミナが切れましたが、ギリギリ一着をキープできました。やっと G1 レースを走ることができます。14戦目は皐月賞芝 3600m です。今回も前回の動画同様、14から16戦目の参戦 G1 レースに出走できます。前回は3戦のうち1戦取りこぼしたので、今回の動画では3戦すべて勝ちたいです。
ほどのコーナーに続き、ここでも回復アイテムを取ることができました。おそらくこれでゴールまでスタミナは持つと思います。このレースはアイテムに恵まれましたね。残り2レースもアイテムに恵まれると良いのですが。ケツアタックでライバルを突き飛ばし、1着でゴールイン。レコードボーナスのおまけ付きで大量賞金ゲットです。G1 レースが続きます。15戦目は日本ダービー芝 4000m です。リキパワーのステータスはガッツ以外はほぼ完璧です。ガッツが低いと束と接触した際のスタミナの減りが大きいので、極力束との接触を避けるようにします。最初のコーナーでスタミナ回復を2つ取れました。これは幸先良いですね。このコーナーでも回復アイテムを2つ取ることができました。前走のサツキショーに続き、ここでもアイテム運がいい感じです。ここでは回復アイテムが出てきませんでしたが、多分ゴールまでスタミナは持つと思います。最後の障害で先頭の馬をかわし、1着でゴールイン。このレースはアイテムに恵まれましたので楽勝でしたね。最終16戦目は G1 レース菊花賞芝 3200m です。今までのファミリージョッキーの動画シリーズで G1 レースの最高勝利数は2勝なので、このレースを勝って最高勝利数を3勝にしたいです。このコーナーでは回復アイテムが出てきませんでした。次のコーナーでも回復アイテムが出てこなければゴールまでスタミナは持たないと思います。難関の連続障害を無事に超えることができました。一つですが、回復アイテムを取ることができました。これでゴールまで、なんとかスタミナは持つと思います。直線、早めに先頭に立ち、1着でゴールイン。早めに先頭に立つと、障害の飛越が難しくなるのですが、無難に飛越できてよかったです。リキパワー号の通算成績は16戦12勝。獲得賞金は6億6500万円でした。獲
得賞金および G1 勝利数3はこの動画シリーズ最高で、最後は7連勝で締めくくりました。今回は2勝利戦を勝ち上がるのに4戦かかりましたので、今後は早く勝ち上がれるかが課題になると思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。